今日の名言、伊深勝、ソニー共同創業者。12月19日は伊深勝の命日、1997年です。トランジスタを作るからには広く誰でも買ってくれる大衆製品を狙わなくては意味がない。それはラジオだ。難しくてもラジオを狙おうじゃないか。他の人がすでにやってしまったことはやらない。ヒット商品は時代に迎合しない新しい発想から生まれる。ソニーもホンダも叩かれて強くなった。物を作る苦労を知っている人は失敗を人のせいにしない。一見無駄のように思える研究、バカバカしいようなアイデアが創造の命だ。この無駄イコール不合理を返さない人間は欲しくない。日本初、世界初のものを作ってこそ人より一歩先に進むことができる。枠の中からどうやって飛び出すかが重要。技術に感性を結びつけると大きな飛躍ができる。仕事の報酬は仕事だ。それが一番嬉しい。人生で一番の幸福は仕事と趣味が一致すること。その仕事に興味が持てなかったら早く足を洗う。そうでなければなんとか仕事を自分の恋人にしようというぐらいの覚悟を決めるしかない。中小企業の社長になったつもりで考えろ。彼らは自分が全責任を持って仕事をするから創意工夫がある。トップに立つ人は泥をかぶる覚悟で仕事に立ち向かえ。それでダメだったら潔くシャッポを脱いで謝る。ただ責任ということでけじめをつけようとすることは間違いだ。本当の経営者は来年再来年に何をやろうかというとき、ターゲットを広げずむしろ狭めていく。そこに集中するために無駄を省いていく。この人にはこれだけしか能力がないなどと決めつけては能力は引き出せません。物の種類であれ、作り方であれ、売り方であれ、新しいものを考案しよう。人真似、猿真似はやめておこう。真似では勝利は得られない。立派な人間になるための一つの条件は自分が心から尊敬できる人を持つこと。社会をリードしていく人間の基本的能力とは何か、それが人徳であると私は思います。世の中に尽くすとか他人のために何かするということはお金ができてから名声を得てからすることだと考えるのは間違いだと思います。あなたの周りを見渡せば身近なところに誰にでもやれることがいくらでもあるからです。人生で出会う出来事は全て何かを教えてくれる。生きている限り学ぶべきことがある。両親がひたむきに生きる姿自体がどんな幼い子にも素晴らしい影響を与えるのです。育児ぐらい崇高で素晴らしい仕事はない。人間として守らなければならないことは親がいつも率先してお手本を示しながら子供にも守らせること。理屈でなく行動で教えること。0歳から始まる良い習慣の繰り返しだけが人間を作る最大条件であろう。しかも親の意識と努力と忍耐だけがそれを可能にするのである。世界平和を真剣に希求するならば、これからの世代を担う幼児たちの教育にもっと重点を置き、むしろそれにかけるくらいの心がけが必要なのではないでしょうか。物だけで物を考える時代は終わった。これからは心と意識を考えたものづくりの時代だ。日本は物質主義に毒されてきた。それは反省しなければいけない。しかし正直言って日本の経済や政治の在り方というものに私はあまり関心がない。人間の作っている社会はシステムには関心がない。もっぱら人間そのものに関心を持っている。